お前カレルが親父狩り、親父狩りは良くないよ、言うな。誰でも買ってみろ、お前。ゴーゴーさあ、ゴーゴー食べられるのお前だよ。ふぅふぅふぅ、あげてきつくー。ちょっと輝きますね。なんでか座れ。おっとっと、来た来た来た、そう言っちゃった。はいよー、あそこなに、あそこなに。これ誰のこれ、割れたやつ。あ、自分のです。自分の。ありがとうございます。わ、手に寄って。ハウス。ハウス。ハウス。ナイスハウス。飯田さんと同じ岐阜から来ました、ゆうとです。まあ、ひな壇メンバー、毎回同じ顔でつまんねえから、引きずり下ろしてやろうと思ってきたんで。じゃあ、まずいいっすか。さっき控え室で、手前3人、調子乗ってて、お前らペチャクチャペチャクチャ喋ってて、お前幼稚園のおままごとかよ、お前。え、な、何幼稚園のおままごとかって聞いてんだよ、お前ら。控え室で調子乗りやがってよ。今調子乗ってんじゃねえの、何やこのタイミングで。カッコつけてんか。だからなんだよ、お前。あ、楽しみにしてた。僕は人生かけてマジで来てるんで、ぜひお願いしたいです。低身長代表として頑張ります。何やねん、おっぱい成人。すいません、すいません。もういいよ、もう早いね、お前ら。どうしてんの、マジで。悲しいな、お前。イライラさせんだよ、これ。お前らだけの時間じゃねえからよ。お前らに光るもんがあったら、すごいんじゃ、お前ら、マジで。捕まえるんだよ。お前らに光るもんがあったら。人生かけてやってます。イエイイエイイエイ、ブレイキングダウン、よろしくな、てめえら。よし、いいよ、いいよ、分かった。落ちてこないね、平田。よろしくな。いいから行け、そっちへ。アンポチャンネルの喧嘩自慢とブレイキングダウン5のオーディションに出させてもらった広島のホスト、三好です。お願いします。まあ今日はまあそうですね、まあ、ひな壇狩りと、まあ、親父狩りに来たんですけど、まあね、ひな壇もなんかおっさんばっかなんで、なんかそろそろ世代交代してなんか若いやつ入れないと花ないかなと思って僕が来ました。で今日はね、まあ、サキト君とやりたかったんですけど負けちゃったっすか、サキト君。多分まあおらんってことはまあどっかあるなんかなと思って、まあ、今日はね、山川早期じゃあ代わりにちょっとやってくれへんかなと思って。どうすか、俺とホストでしょ、今ホストやってんでしょ。一応、はい、俺とやりましょうよ。でも僕格闘技強くなるためにホストやってるんで、そのずっとホストやってると。いや、僕もうこのために僕ホストやめんねん。もうやめれる、このためにやったら。全然それぐらいかけてきてんねん今日。俺とやろう、やりましょう。お前、ちょ、お前、さっき決める前にお前、親父狩り言うたな。親父狩りっす。俺、結構上の方やねんけど、俺も入ってんのか。何歳っすか。俺入ってんの、買ってみろよ。ん、お前借りるか、親父狩り。親父狩りは良くないよ、言うな。心平買ってみろ、借りるわけ。はいはい、2回、まあ、カットされて、せめてスパーリングしたいなと思って今日来たんですよ。まあ、本戦は別にまああれなんですけど、とりあえず血歴かけて、いや、やりたいよ、血歴と、まあ、血歴と別にスパーリングでもいいんですけど。いや、私ちょっと弱いやつでやりたいんで、ここをやって負けたやつでやりたいですね。どっちかといったら
イータロ結構強くて、ちょっと親に見せる顔なかったんで弱いやつがいいですけど、まあ、1回だからってお前にそんな権利あんまりあるからこっちケツ出してんだ。でもちょっとおっぱいでけえから調子飲んだよ本当に。なあちょっと森ってなってるけど、森ブラ、森ブラだな、調子飲んだよ本当に森ブラ。なあアメリカ帰ってな、アメリカ、うん、もっと強い人とやった方がいいと思う。はじめまして、ヨガインストラクターとソウルセラピストをしています富山みどりです。みどって呼んでください。私は40歳で2人の大きい子供がいます。で格闘技経験は自宅のサンドバッグ歴が3ヶ月ぐらいあります。で今回、まあ、応募した理由としては、多分ここら辺に出てきてる人みんなメンヘラかなと思って、私ソウルセラピー、セラピストをしているので、メンヘラな人たちをハッピーにしてあげようかなと思ったんですけど、メンヘラ代表の宮里香織さんが今日なんかいないので、控え室で話聞いてたら、この人なんか一番普通そうな人なんですけど、めっちゃメンヘラやんね。なんかこの子を変えてあげたいなと思って、ハッピーにしてあげたいなと思うので。どうやって変えるんですか？ハグ、ハグしてあげようか。やめてみて。あれやろう、彼氏に奉仕しまくるタイプやろ。よし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 。喧嘩したことある？うん、喧嘩したことある。男がいる。なんかうち喧嘩したことある人とやりたいんですよ。じゃあやろう。喧嘩できる人と。じゃあやろう。福岡県から来ました鈴木ゆかえるです。ボクシングをずっとやっててアマチュアなんですけど、15戦15勝で世界チャンピオンを目指してます。僕がやりたいのはそこのひよこ豆とやりたいですね。ひよこ豆、はい、あの米を、分かりづらいもん。こいつとやりたいです、絶対勝てる。おばんは帰っていいよ。化粧してこよう。黙れ。あ？化粧してこ。あ？やるかお前。うん。お前も来たの。入っていいよ。これ。はい、どうぞ。そう。やるわ。やるわ。お前さ、それ一回話せ。どうか。どんどん広がっていってる。じゃあ一番前の方から自己紹介と意気込みお願いします。はい、まず本当にありがとうございます。で一人ずつちょっと言ってきますけど、まずお前いつ試合やんだ？まあ夏ぐらいですね。俺お前が一番最初に萩原とやった、まあいろいろな怪我してるとか、まあ、朝倉君の YouTube で言ってたけどな、俺もう一回やってほしいんだ。お前のあの喧嘩ファイト大好きなんで早く復帰しろ。OK。 そう、ありました、ありました。絶対牛久の試合勝てよ、絶対勝てよ、牛久との試合絶対勝てよ、分かってんな、分かってんな、絶対勝てよ。次、溝口さん、これ正直あなたでやります。え、俺なんでただ理由帳聞いてください。俺、有名な方と付き合ってましたよね、すぐ別れちゃいました。俺ああやって女大事にできないやつ嫌いなんですよ。で正直俺はホストでやりたいです。だから俺正直山川君、咲人君、俺やりたいです。でも俺はあなたパンチ力一番ありましたよね。ここに座ってる選手誰よりもパンチ力ありましたよ、それに惹かれたんです。だから俺溝口さん、俺は溝口さんって言います。溝口さんやりますで、お前溝口さんにお前すぐ別れたら大切にしてねって今言ってたけどよ、短くだって大切にしてる場合だってちゃんとあるんだぞ。それ本人に聞いてないとは、うん、だからお前短いことでも大切にしてないって決めつけてるのはなんかだからやりたいんだよ、やったら分かるじゃん。
溝口さん、試合決定でいいすか？だいぶ体重差あるよね。体重差関係ないです。俺はやる。なんか俺さ、マジ忙しいから、なんかあんま正直戦う暇なくて、でも多分相手にならないと思ってて。それは、自分が勝つみたいな。俺正直今戦いたくないんだけど、どうすればいい？まあでも、ここに立つ人はやっぱ戦ってないと説得力ないなっていうのはある。あ、じゃあ、なんかさ、マジやる？じゃあ、どうすればいい？タップするか、タップするか、決めちゃって、戦いたくないから今やったんだけどさ、はい、いやそれがより決まりました。面白い試合決まりましたねこれは。はい、まあでも、ね、全部カットする権利あるからね。ナイスナイス、それはない。こいつと同じことやろうかなと思ってたけど、井上力人です。格闘技と喧嘩の違いを店に来ました。全員ブレイキングだって出たら格闘技やり始めちゃうやん。喧嘩上等でやってきたんじゃないの？俺格闘技やりながら喧嘩やってたよ。あ、いやそれ強くなりたいから格闘技やっちゃうんでしょ。違うよ、喧嘩に自信あったら格闘技やんねえだろ。あるよ。あ、やるだろ。なんだよおめえじゃねえんだよ、こっちの話のポゲキックで俺とやるや。お前さ、舐めてる。じゃあ MM でいいよ、やろうぜ。来いよ。舐めてんの？来いよ。舐めてんの？お前やっぱチンピラと一緒にすんの？チンピラと一緒にしねえ。誰がチンピラだ、お前。誰でもいい。お前こういうセキュリティの時、俺こういうやつバンバンボコボコしてたな。お前みたいな。みんな格闘技かじっちゃうじゃないですか。俺は喧嘩に自信があってここに来てるんだ。まあ本当に俺人生変えたくて来てるからさ、毎日毎日死ぬ思いで人生変えようと思ってやってんだよ。誰が相手だってよ、死ぬ覚悟あったら怖くねえんだよ。お前死ぬ覚悟あるんだったら誰が一番強い人、誰ですかこの中で。自信あるでしょ。あ、いいよ、やろうぜ。いいじゃないですか。今すぐやろう、やらせてください。やりましょう、今やりましょう。やる、いいっすか。さっさとやれよ。じゃあ準備してください。うるせえな、ダーティー。いい気かずつつないよね。アホズラばっかりやな。アホズラしかおらんで、これなあ、アホズラしかおらんな。え、アホズラ何してんの？で、かけられたの？あ、よそらないんかい、それ痛っ。あ、よそらないんかい。え、痛い。おいおい、え、痛っ。痛い。お座りください、お座りください。はい、じゃあ自己紹介お願いします。ジョーカー議員の河合雄介です。まああのね、ここにいるようなこうクズばっかりと思うんですけど、こんなクズがなんか有名になって子供たちがこんなに憧れて言うて、そんな社会になったらあかんと思ったんで、こいつらも成敗しに来ました。はい、次の方。ボス、ウリタジュリアです。よろしくお願いします。僕はまだキックボクシング始めて2ヶ月3ヶ月なんですけど、必ずこのブレイキングダウンで有名になってプロの舞台に立ちたいと思ってます。今日はよろしくお願いします。よし。え、な、え、息子さん、ウリタ純子さんの息子さんなの？そうだよ。血つながった本物の？いや、血はつながってないけど息子だよ。喋れやなんか。ちょっとおもろいな、お前。お前やろうや俺と。そうなっちゃうじゃん。やろうや。
お前やったろか。せっやろ。ええよやったろ。もっとアピールしろよお前。3人でやるぞ。お前俺やしゃべんねん。これ何やろ。試合でやった。試合でやった。試合でやるよ。やればいい。やったろいけない。やったろいけない。じゃあやるよ。じゃあやるよ。やるよ。やるよ。試合決着でいいんかも。試合中ちゃうのやっていいんけよお前。ほらえ最悪やんかお前。試合ついてもたんやけど。当たり前じゃん。お前試合で真っ白にしたるわ。お前真っ白にしてくれ。お前の顔真っ白にした。お前真っ赤にするわ。ほらお前やんのほらすごい寄ってんねん。ほらお前やれんのかは。すごいだちょっとやってみる。お前じゃ俺に勝てない。そういいじゃん。はい、誰も来なかったんだろ。相手俺がやってやるよ。分かった頼む。おい、うん、あんま頼むな。おい、不意だ。何だこれ。何をしてんの。あ、おい何をしてんの。あ、お前覚悟しとけ。待っとけ。おい、お前気がれんのも今のうちだからな。そのレベルじゃ俺に勝てねえぞお前。あ、そうか。なあ、おい、ごらん。あ、おねえ、やれ。覚えてるよ、これ。来いや。あ、こいつ、試合当日やるんで、俺。お前覚えとけ。俺は打撃しろ、全然受験。ちょっとじゃあ見てくんだよ。あ、そうだ。すいません、あの、すいません、戻っていただきます。早い、早い、お前、おい。あ、お前、いきなりなんて、お前、お前、どうしよう。おい、俺は本気だぞ、お前、俺は。落ち着いてください。俺は本気だぞ、お前。おい、遊びに来てねえんだよ、お前、おい。山内から19歳です。今回ブレイキングダウン出た理由は、今回ブレイキングダウン8、まあ、自分8っていう数字がすげえ好きでから、まあ8っていう数字言い方変えたら無限インフィニティ、まあ自分まだ19っていう若さで、まあ、これからの人生無限の可能性あると思ってるんで、ここで有名になって本戦出れたらいいかなと思ってます。でそこあとお前打撃手の樋口くん、お前だよ。俺お前とさ、やりてんだよ試合。俺とやれよ。んいやお前さ、YouTube 拝見したけどさ、試合の前寝れねえんだろお前。チームだろ。だからお前そういうお前によ、睡眠薬持ってきてやるから、これ飲めよ。あ、おい、おいよ、おら。あんた、おい。何が睡眠薬。それシールじゃない。シールなんだよ。シーフレ、シーフレ、顔に落書きばっかしやがって。自由帳かよお前、お前の顔。そうだけど、なんだよ。19歳だろ。おいや、だから元々シーフレな、19歳だろ。だけどなんだよ。シーフレ、シーフレがお前物語って。一旦戻ってください。なしです。あ、いいっすか。自分っすか。やばくない。あ、やばくない。やばくない。やろうぜ。まあ、誰お前。あ、芝居でいいですか。俺も。あ、いいぞいいぞ。殺しこいよ。はい。ダブルですか。いいです。はい。おい、殴ってこい。殴ってこい。殴ってこい。はい。では試合やってるわ。じゃあ試合決定でいいですか。お前ビビんねん。ありがとうございます。はい、気温ねお前。誰がお前ビビんねん。先生先生先生。勝ってこい。俺っすか。よし。福岡から買えないんでひっちゃいけてきました。それで、まあ、さっき楽屋でなんかあのイケメンがさおって、俺イケメン嫌いなんですよ。しかも俺より高身長でイケメンでなんかいかにもモテそうな感じ。お前俺か。あ、お前だよ。おい、お前ムカつくんだよお前。俺、おい、殺すぜ。何をやってんだよ。あ、お前らやだ。スパイやるか。スパイ行けるか。マルチーズやるか。そうか。一回それ。なるほど。じゃあ次の方。
神奈川県横浜市出身、高校3年生、OG です。横浜出身っていうのあって、やっぱ川崎隣なんで、あのいろんなやつ来ましたけど、全員制覇して、で戦い手がいないんで、その場に来ました。で俺のやりたい相手は、高垣さん。高垣さんと横浜同士なんでやりたいんですけど、まだやれる立場じゃないんで、まあここにいるボーイと。あガエルやるかおい。やるかお前。おいガエルおい。おいガエルおい。とにかくしとけよお前。おい。いやおい。おい。いやおい。なんなんお前。高くロール。こっち座れ一緒に座る。おいいっすか。あいいよ。おい。マジっすか。おいおいおい。おい。どうしようなよ。お前らクソガキ同士鬼合いじゃん。誰がクソガキだ。あ、誰がクソガキだ。誰がクソガキだ。おい、危ない。すいません。誰がクソガキや。すいません。すいません。調子乗んなよ。はい、お前。僕は太陽を沈められますよ。やかましいお前、人生の先輩じゃ。あ、お前、お前。お前いくつだ、年いくつだ。15歳です。31や。マジかよ。よし。ミクサーの歴史です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お手柔らかにお願いします。あれ塗り棒じゃん。塗り棒近くですよ。いや本当だ。じゃあ自己紹介お願いします。ジャンクマン改め大輝将軍でございます。見た感じ全て私の兵に向いてそうですね。その中で塗り坊さん、あなたもう決まりましたか。決まっちゃったんすよ。しょうもない男だな。あたたたた、また沈むだろうお前。俺のグループにも似たやつがいるんだよね。お前だよ。お前俺とするか。ミニ塗り坊だろ。はい。こいつと本戦どうですか。いや、ないっす。ミニ塗り棒、あの、はい、一旦他の人を紹介したいんで。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。巻き込み事故だけ勘弁してくださいね。はい、次の方。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。万引きするぐらいなら好きな女の子のリコーダーを舐めろでおなじみ、横浜から来ました、何者走る稲妻ことフラメンコパーティー AKA 遅咲きのペーターと申します。どうもよろしくお願いいたします。はい、じゃあここまででご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、はい。格闘技歴は。格闘技歴はなしです。うってつけです。試合決定でいいですか。ありがとうございます。一回座ってください。ありがとうございます。次の方。愛知から来た、国保翔太と言います。十二日記さん、すいません、みんながあれしてると思うんですけど、十二日記さん、よかったらお願いします。お前は誰がいいんだよ。じゃあちょっと3人ここに並んでもらっていいですか。いいぞ。3人並んでもらっていいですか。絶対暴れんの。暴れん。おおおお、よし、うおれ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 お前と人間違えてますよ。十二二期席ついてください。このグループはおしまいで、あの十二二期含めて皆さん帰ってもらっていいですか。僕の生きた証だけ溝口さんにお願いします。一番似合うと思います。ありがとうございます。どうですか。羽はみくるさんにあげます。なので一回ニューヨークはどちらでもいいんで。あでした。慶応という科学競技の初代の道場大会チャンピオンで、でまあ地下格で50戦ぐらいしてるんですけど、で今回ブレイキングダウン出たくて本気でやっぱ行動してなんぼやと思って、バン中村さんの喧嘩バトルロイヤルに出させてもらって、結果出して優勝しました。で、あのノッコンさんとしたいんですよ僕は。まあ、やるんだったらノッコン狩りしたいなと思って。何キロですか今。今88キロです今。勝てるわけないよ。いやでもそれは関係ないです。うん、
関係ない、関係ない。やるならもう言い訳しないし、別に俺は、俺吉永と違って体重とか言い訳しないから、喧嘩できてきたから俺は。で、米を、別に僕は米をいからんでバズる気もないし、みんななんか米をに、あい、米をこらない方がいいってバズろうとしてるけど、俺はそのつもりないから、マジで。なあ、何やんのか、気持ち悪いんだよ、これ。ちょ、お前、来いよ、ほら来いよ、おら、来いよ、ほら、来いよ、ほら、おい、クソガキ、ほら、お前、俺に勝てると思ってんのか、お前、何、偽物音楽、ほら、偽物音楽、ほら、俺ガチの喧嘩しまんじゅう、お前、おい、あ、ジャッキーで覚えとけ、お前、いびきのっちゃ、なんか、なんか、やるやん、ほんと、な、一旦座ってもらいます。最後の方、自己紹介お願いします。私は、空手の全国大会と国際大会で何度か優勝した経験があって、キックボクシングに転向してからはデビュー戦では KO 勝利しました。で、今日はまあ、格闘技をちょっと舐め腐ってる、まあ、土木ネキさんをちょっとプロのリングから引きずり下ろしたくて来ました。ミクルさん、ちょっとやらせてもらってもいいですか、このブスト。ちょマジで腹立つっす。もう格闘技しょ、え、おまおい、臭いねん、こら、何やねん、こら、しばったぞ、こら、埋めてくれ、何がプロやねん、それ。おい、いい加減しなきゃ、はぁ、お前、お前、喧嘩で勝てるって思ってんの、今日やめろや、こら、舐めとんちゃうんだろ、お前でも舐めとんちゃう。土木できてやりたい人誰がいます、他に。一人だけ。スパーリングできます。できます、全然やります。勝った方が、はい、さあ、ベンチ、さあ、ベンチ、I'm gonna beat your like a bitch. I'm gonna beat your like a bitch, like a bitch. Huh? Yeah, go go! Ah, go go! Stop! そう、はい、あらす、あらす、あらす、みんな、あんじゃ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 、あんエンジェンジェン、アラスアラスアラス、じゃあエンジェン、踏まなくて、踏まなくて、踏まなくて、こいつら、踏まなくて、おい、誰一人来い、これ、サイマン張ってやる、こいつら、行儀すぎやぞ、踏まん、踏まん、来いや、来いや、お前、ちゃんと来い、踏まん、踏まん、オッケーオッケー、アラスアラス、座らせろ、こいつら、一旦座って、じゃあブレイキングダウン側座ってもらえれば解決するんで、ノコさん、皆さんの方座ってください。こっちも一回座るから、よこっちも一回座るから、おい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 、자일단한국방송사분들다앉으세요한번일단앉으세요앉아서하자고앉아서하자고야왜됐어왜됐어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 야뭐일단앉으라고일단앉아야야야야내맘들어지금내할떡이오라야이거이잖아일단앉으세요괜찮아아앉아
이제 됐어. 얘들아, 얘들 앉아, 앉아, 앉아. 일단 앉으세요. 일단 앉고. 네, 반갑습니다. 저는 한국에서 가수를 하고 있고 정말 유명한 래퍼인데 싸움도 잘해서 여기 브레이킹 다운에 출연하게 된 H유진이라고 합니다. 어떻게 됐어? 자기 소개. 뭐야, 어디다 이렇게 했나? 난 내가 작가라. 어떻게 된? 전 처음 했네, 저. What the fuck you say, man? 난 뜻된다. 나. 어? 어쨌든 엄마 나 이렇게 된다, 브로. 나는 붙자고. Of course, man. I'm here for you, motherfucker. I'm gonna beat you like a bitch. 지금 사태가 마자마가 마자마가 우르센다고 내가. 우르사이, 우르사이. 우르사이. 왜? 열 땐다로. 어? 열 땐다로. You don't speak English? 나. You don't speak English? 난 내 잉글리시 샤베르네. Shut the fuck up, bitch. You fucking dead? 야, 두달 냄새 존나 나, 비용신아. 아씨. 좀 씻고 다녀. 먹어본 시작할래. 네 입에서 불알 냄새 난다고. 김땀아. 고르스. 김땀. 이 씨발. 개새끼가 이발 새끼야. 그런데 그럼 어떻게 되겠는데? Man, shut the fuck up, bitch. 맞아 봐도 맞아. 네, I'm gonna fuck you up, bitch. 시작이 심었어요. 너 족밥 새끼 깔아온 거라고. 그러니까 신체인다. 어? 먼저 그거 떼고. 불알 냄새 난다고. 그거 떼고. 불알 냄새. 그거 떼고 올라. 어? 불알 냄새. 모르는 거야? 거야 올라. I don't understand what the fuck you say, bitch. 난 나 보이요. 어? 올라. 그거 떼고. 떼이라고? 보이요. 때리라고? 아, 호이요, 호로. 촉각만 되니 귀신을 걸을 거야. 마, 시작했대, 디스. 저는 한국에서 파이터를 활동하고 있고 오늘 아사쿠라한테 이온밸리 알려주러 온 박현근입니다. お前俺に会ってきたんちゃうんかこれ。あ、今できると思ってん。今できると思ってんか今。おい、ハゲ。 하게 100번 싸우면 100번 다 이겨. 나 그러네. 오마이 이쁜 내가 더 와가라. 코이요. 응? 에 가부키촌 호스터. 어. 야르냐 따라 이만. 아? 여기 있는 사람도 아니었으면 너. 비비 있더만 그 집이를 그래드려. 자 너게. 감사하다고 전해줘. 너게. 이래 돼. 감사했다고 이요. 저리 야도도 야르고 있자. 신야도 야르고. 나중에. 아들 맞다 거라. 아니 로드 혹시 시합 시는데스까 뛰기. 좀 됐지. 난 뛴지는 좀 됐는데. 뛰고 있지. 스노우링이 뭐 비비뛰다. 야 쫄까봐 쫄아서 오줌 쌀까봐 기저귀까지 갖고 왔는데. 기저귀 마. 차고 와. 기저귀 차고 오라고. 이렇게 족밥들이나 하는 거야. 어? 족밥들이나. 나 가게 따로 갖고 있어. 가게 따로 가게 따로. 남의 따로야. 거기서 됐다 열어놓은 키스만 와. 맞을 때 순이. 가부키초 가서 여자들한테 술이나 따르고 와. 좋은 보험 들어놔라. 이빨 부러진다. 쉐게티 이스네. 콜. 감사합니다. 아리가또. 아리가또. 이지 파이트. 공짜 파이트. 공짜 머니. Fuck you too. 한국 제주도에서 온 고석철이라고 합니다. 에피소드 같은 경우는 뭐 말할 것도 없이 엄청 많고요. 이제 길거리 싸움에선 테로상이 뭐 WBC 랭킹 3위도 이겼고 해서 뭐 어찌됐든 간에 가장 기세도 등등하고 해서 테르君의 인상은 どうですか? 더러워요. 야, 오마에 마지 코너가 가장 弱そうやな って思ってたから お前か って感じやん. 보이는 것은 중요하지 않아요. 에? 글로브 なしでも 焼けんすか こいつ? あ、大丈夫です。あ、じゃあ素手でこいつやらしてください。お前、気合入れとけよ。お前、お前、お前。一回立たせよ。一回立たせよ。
こいつ素手でやらせてください。ちょっと반갑습니다. 저는 한국의 전사의 도시 부산에서 넘어온 김아무개라고 합니다. 저는 뭐 프로 파이터도 아니고 아마추어 파이터도 아니고 그냥 음집 파이터입니다. 길거리에서 싸움 전적 82전 82승. 일단 요 룰이 1분 1라운드. 음지에서 보통 실전에서 싸움이 보통 1분 안에 다 끝나기 때문에 저한테 가장 특화된 룰이 아닌가 싶습니다. 예. 근데 아까부터 자꾸 눈으로 내를 계속 쳐다보는 친구가 한 명 있더라고. 얼굴 문신. 니 좀 치나? 저는 준씨라고 합니다. 저는 준씨. 우리가 한국 말로 넘어갔네. 이 나라. 오로나? 일본에 가장 유명한 흐르는데. 나도 한국에서 길거리에서는 최고거든. 근데 니 근데 비지비지해가지고 되겠나? 어? 내일 내일. 오마이 가 되나? 너 나한테 못 이겨. 엄마한테 가든 했지. 못 이겨. 뭐야? 뭐라 너 이씨. 엄마. 둘이 다 댐비라 이 새끼야. 야를 쓰기하러 엄마. 둘이 다 댐비. 어? 다 댐비. 다 갔대 걸려. 다 댐비 다 댐비. 다 댐비. 가지마 가지마 가지마. 마약자. 가지마 가지마. 야시자인데. 가지마 가지마. 한 면씩 하자. 가자. 와, 마 난다리 바로 꽂아볼까? 나랑 하자. 하자. 지기 줄게. 오케이, 자 시작 결정돼. 반갑습니다. 한국에서 온 김지원입니다. 잘 부탁드리겠습니다. 秋山さん、ちょ俺なんかがっかりやわ。なんか韓国代表のでかいやつ来る言うてたから、チェホンマンがなんか来るんかな思ったら。俺詐欺の社長みたいなの連れてきて。나는 좀 실망이야. 난 최홍만이나 이런 사람이 올 줄 알았는데. 오마이 손님은 오렇게 가대로 또 못 했노. 나한테 이길 수 있을 것 같아? 나도 있어 왜 나 오마. 욕대 그린다요. 나한테 다가오지 마. 뭐 욕대라. 욕대라. 욕대라고. 오마 아트스워야. 앞에 갈 때는 작은 게. 오라. 오마 내가 내 거기 걷는다 오라. 오라. 아? 진짜 욕대 그린다. 오마이도 판단장은 생각하다는 거야. 아니 형이랑 대벽을 하고 이런 거 사버렸냐 이런 거 사버렸지 저녁에 불을 엄마 그거 내가네 놔뒀어 이런 거랑 부탁해 보지 아 부탁해 보지 거라 꼴 이런 거 교신호 굉장히 키가도 나한테 맞은 거 혼나 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 아 네 엄마 하하 유튜브에 못 쓰는 거야 이쁜 거라 혼나 혼나 아 혼나고 됐어 됐어 형 나 형 나 내는 나야 거라 일본 대표 거라 오지 마 오바라 목사인데 席ついてください。결정합니다。앉아주십시오。席ついてください。もっとやるわ。おい、おい、ブタ。どうや、目覚めたか。ねえ。ダリ、暑そうやろ、お前。めちゃくちゃ暑そうやろ。暑そうやろ、大丈夫か。ダリ、暗示しよう。お子さん、座ってください。どうだ。ヒバのま、下がえら。おい。あ、治ろ、もう。뭐수화를요대부아나오라고어엄마오라고대부야엄마는다이분대부야아이거커요다들인생전놔갔다오라고가까이가까이자자오라고아못오라오라오라고아또내가뭐야따로가야오라고씨발이라아오라고엄마엄마뭘따뜻게따로가오라고오라고나온다고아나오라고야자리에앉아있어요못뿌리고사과해라씨발이라席ついて、席ついて。オラゴ。やるわ、詳しいやろ。ノンコさん。オラゴ。ノンコさん。なんだよ俺。ノンコさん。座ってください。試合やろうぜ。座りましょう。決定やから。お前
それではカメラに向かってファイティングポーズをお願いします。続いてフェイス2フェイスでお願いします。それでは席にお戻りください。席にお戻りください。殺すぞ俺。何だお前。両選手席に座ってください。俺今やっていいぞお前。ファイティングポーズお願いします。フェイスフェイスお願いします。シミちゃん、お薬やめたの？おい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 、来いよ来いよ来いよ。ないあのセキュリティの方が痛いかもしれない。むしろフェイスフェイスお願いします。フェイスフェイスお願いします。カメラの皆さんお願いします。それでは席にお座りください。ファイティングモードお願いします。フェイス2フェイスをお願いします。これあれだね、返してやるよ。私別に赤ちゃんじゃないんで。身長差えぐれたとか KO 取ってるからとか。あのね、届くのはね、こっち当たり前なの、うん、てかお前空手の試合じゃないんだよ。はい、喧嘩しに来てんだよ。大丈夫そんなんで、マジで当たり前だろ、こっちから。初戦エンタメかよ、てめえ、この野郎。どこがエンタメだよ。お前そんな試合したことねえよ、こっちから。エンタメだからよ、お前けんなよ、お前が持ってきたんだろ。は？お前大丈夫、明日の公開ケールであれ持ってきたら、ちゃんと落ちてっからな、お前が。戻ってフェイス2フェイスお願いします。話せよ。どっちのセリフだよ。ふざけんなよ。ファスナー壊れんだろうがよ。お前弁償しろよ、これ買ってくれよ。こっちのセリフじゃん、お前。ふざけんなよ、これトンタも買ったんだよ。戻ってください、戻ってフェイス2フェイスお願いします。セミナーで帰るわ、そんな。シーンで謝れ。はい、着席してください。まずはファイティングポーズをお願いします。続いてフェイス2フェイスお願いします。それではお座りください。座っていただけますか。座れ、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 騙されたかこんな豚。ファイティングポーズお願いします。友達でも作りてんのか。中央でファイティングポーズお願いします。おいカモン、ほらほら、友達でも作りてんのか豚気持ち。こらお前とんじゅうだろこの野郎。誰が握手した時礼みたいな顔しとんねん。こらおいマジでダメだなお前。何がじゃお前、ちょっとメガネでかいのかけてきてます、この人。
あーしばし中央に戻ってください。中央に戻ってください。はい、中央に戻ってファイティングポーズをお願いします。カメラに向かってファイティングポーズをお願いします。電子席あいう短い。それでは座っていただきましょう。お座りください。お座りください。両選手座ってください。座りましょう。お前ビビってんだよ。お前だろ。両選手座ってください。バカじゃねえの。おいお前舐めたり殺すぞ。やってみろ。お前ビビって口やるで。お前口くせえよ。お前の臭い。一緒だよ。おいおいおいもうやめて。お前よ本当にやって。お座りください。お前礼儀がねえよ。ね本当に殺さえよ。俺やらないからよ。何がだ。お前よ、本当殺すよマジで。お前はぁ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 言うとれ。うるせえよ。死んないんか。もうほんとマジ殺すよマジで。やってみろ。口だけじゃ何でも言えんのか。やってみろ。おい、いつでも待ってんだ俺ら。ああ、座ってください。おい、大丈夫。それ俺明日試合やろ。やるああ、いろいろ。お前しゃべられてへんやな。ああ、やるから。負けとんだろ、ないんだろ。今やらないよ。明日試合やる。できるんか。お前大丈夫か。おい、息できとるか。ああ、ミクロちゃんあれで無理やぞ、あいつ。息ハーハー言うとるぞ、あいつ。おい、水いるか。豚キムチ大丈夫か。心配だ、俺。座りましょう。マジで殺すよ。やってみろ、言うてんねん、だから。マジでやってみろよ。キム選手、ノット選手、座ってください。ガム帰るか、座るか、はっきりしろよ、お前。面倒くさいわ。お前だって俺立たないんかやろ、アホか。ははは、だったこれ言った気が悪い。ああ、戻りますか。戻ってもらえますか。次行きます。まずは泉選手から体重計に乗ってください。泉青選手 51.50kg クリアです。岩地選手 51.65kg クリアです。それでは両選手前方に出てください。ファイティングポーズをお願いします。続いてフェイストゥーフェイスでお願いします。フェイストゥーフェイスでお願いします。はい、何ですか。私は別に赤ちゃんじゃないんですけど。でも全然顔面届くんで余裕で。こちら戻ってきてください。それでは一言ずつメッセージをお願いします。いやもうね、そろそろ今ちゃん飽きたかなって思うので、まあそろそろ出てほしいなと、私が抜かします。ケアをしたのに残れないのってどうかなって思って。まあ弱いおっぱいから取ってきようなんてね、勝つないと思うんで。取るんだったら私から取ってください。取らせないですけど。まずは井上選手から体重計に乗ってください。体重計に乗ってください。井上選手 68.50kg クリアです。ラジハイ選手 69.30kg クリアです。それでは両選手ファイティングポーズをお願いします。続いてフェイス2フェイスでお願いします。フェイス2フェイスでお願いします。フェイス2フェイスでお願いします。それでは一言お願いします。ああ、はい、相手以上。続いてラージハイ選手お願いします。あの感じがやろう、ボコボコ芝居取ろうと思ってます。
まずは松井選手から体重計に乗ってください。松井選手、体重計に乗ってください。体重計に乗ってください。計量を行います。体重計に乗ってください。松井健選手、 98.15 キロクリアです。エドボロキング選手、 104.40 キロクリアです。さあ、それではファイティングポーズをお願いします。続いてフェイス2フェイスでお願いします。それでは松井選手、メッセージをお願いします。江戸頃が勝てと思うとやろうけど、まあ、みんな革命起こすんで、まあ、対戦相手福岡弁でボディクリマーしちゃろうかな思ってるんで、よろしくお願いします。虎之助 VS 都市党、それではお入りください。それでは虎之助選手から体重計に乗ってください。虎之助選手、 60.55 キロクリアです。都市党選手、 60.75 キロクリアです。ファイティングポーズをお願いします。続いてフェイス2フェイスでお願いします。それではメッセージをお願いします。まずは虎之助選手からメッセージをお願いします。歳三君、大口のタイムマンしよう。おい虎子さん、いっちゃん盛り上げるぞなあ。軽量級のスピードなパワフルな殴り合い、ボッコボコにすんぞお前。まずはキム選手から体重計に乗ってください。キム・ジェフン、 156.00 キロクリアです。ノッコ・テラダ、 152.00 キロクリアです。それでは両選手、ファイティングポーズをお願いします。それではフェイス2フェイスお願いします。フェイス2フェイスでお願いします。近いんじゃん、ラッキーライン、芝居のまま。あーちょ、芝居のやつ、ちょんなのね。お前、口くせんだよ、このやつ。マイクを渡してください。黙れ、ちょんなの。あれ、喋れよ。ラッキーライン、ちょんなしって、取らんなのね。これ、芝居のまま。出席がよ。マイクでメッセージお願いします。ちょんまん席、芝居のまま、ちらいペーゴ、ちょんまなんぎ。いさがりょんの、ねえ、パンチューが乗っけすんで、ちょんまん席。お前太りすぎて足上がっとらんやないかよお前。ここや狙うんは、まあ、ここやないかお前。あー、芝関見ちゃう、足上がってない全然、うん、太りすぎ。豚の出荷時間もうそろそろやな、楽しみにしとけよ。出荷時間わかるか。芝関こいつなんなお前、力もねえしお前黙れよ。力もないのお前やろ豚。黙いだろお前、俺と同じ格好してるやんかお前。あ、俺のがかっこいいぞ、かっこお前入る服ないんかお前。それではこの辺り終了とさせていただきます。お戻りください。それでは続いて、パクヒョン君、 67.80 キロクリアです。ジョリー選手、 68.00 キロクリアです。ファイティングポーズをお願いします。続いてフェイス2フェイスお願いします。ダお戻りください。朝倉未来뒤에숨어있는저쪼다보이시죠저쪼다이름으로제가내일가포키초호스트바에있는어떤호스트바에다가돈페린용하나예약해놨습니다。내일니네형인안포유키아랑그거처먹으면된다맷값으로。이가인코이츠허무갔다시너그때도쫄아서안했잖아여의대타오셀소야시사키오레가즈본즈라시탄와약간니야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 시테테약간부키미야시약간기모치아르이시시아이っていうのは本気なんやぞっていうのを教えるためにあのズボン脱がして本気で怒らせようと思ってあれやりました。
どっちが勝つんかは試合当日分かるし、お前なんか俺の見た目のことを完全にバカにしてたけど、もし俺がお前に勝てば、お前俺銀髪のカツラ今買ってきてるから、お前それ被ってもらうから、分かったか？1週間それで、いやそれで韓国に帰れ、分かったか？너한테관심없으니까니네형데리고와俺は俺미안最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。